裏剣打ちは、空手、剣法などの格闘技、武道、武術で用いられる裏剣を用いた打ち技の一種である。突きの使えない、至近距離や角度でも、肘のバネと手首の返しで素早く相手を打てる特徴がある。裏剣、バックハンドブロー、バックフィストとも呼ばれる。体を旋回させながら打つものは、旋回式バックブローと呼ばれて、裏剣打ちの一種だが、 相手の意表をつく大技である。別名ピボットブロー、スピーニングバックフィストとも呼ばれる。形線部が裏剣である。正剣好きと同じ握りで手の甲を下向きの形にして拳頭の背部もしくは手の甲側全体で過激する。なお、裏剣の拳頭の前面でまっすぐにつく技は裏好きと呼ぶつき技で、裏剣打ちとは区別される。 空手の基本では、肘から先を走らせて、スナップを効かせて、相手の顔面、頭部等に打ち込み、すぐに引き戻す動作である。決める際には、踏み出した足の膝をやや落として、ウェイトを乗せる。聖剣好きと異なり単独で使われるよりも本来は、動きの流れの中で、他の攻撃技や受けと組み合わせて用いられる技である。例えば、 相手の正剣好きを駆け受けや抑え受けで制しながら、即時に残りの手で裏剣打ちを決める。あるいは回し蹴りや横蹴りの蹴り足を踏み込んで、その勢いで相手の顔面に裏剣打ちを決める。また、空手の肩の中には、横蹴りと同時に蹴る側の上段に裏剣打ちを合わせるものもある。しかし、頭部への裏剣打ちは素で、素足、シラフを前提とした実際の試合。 競技では、当てればほとんど反則になるためにあまり用いられない。寸止めの伝統派から手の組手試合では上段への攻撃でよく用いられる。足払いで相手を崩してからの上段への裏剣という連絡もよく用いられる。一方、防具やグローブを使用する試合、競技では、正剣突きやパンチに比較して、打撃力が劣るため回転裏剣以外はあまり使われないが反則としている。 格闘技は少ない。ただ、ボクシングでは、バックハンドブローと呼ばれ裏剣打ちは反則である。空手の源流である、投手の方の場合、そのままトンファーなどを回転させて打つ動きにもつながる。裏剣には旋回しながらして打つ技旋回裏剣も、あり、旋回の勢いで振り抜く技である。命中すれば、テクニックパワーがなくとも、大ダメージを与えることができ、一発逆転技として、 有効である。これは、キックボクシングやプロレスなどで見られる。また、バックハンドブローは回転して使用すると過激が不正確になりやすく、拳を痛めやすいため、裏剣ではなく鉄槌で代用することも多い。ボクシングでは、ピボットブローは反則行為である。ありがとうございます。